捕まえた。お父さん、お母さん。僕、一人。わあ、いつか食べてみたいな。待ってください。まだ心の準備が。僕らの一番古い記憶、ミジンコ模様の壁紙のある部屋、そこに行けば何かがわかるだろう。ああ、この村にある家を一つ一つ調べるんだ。友達になろう、ひとりくん。初めてだよ、こんな話誰かにしたの。そういえば君ってさ、施設出身なんだって？ひとりくんを信じたいんだ。なるほど、君の精神は歪んでしまっている。油断するなよ、ミギ。百も承知さ、あたり。慎重にことを進めよう。この日をずっと待ちわびていた。オリゴン村。裏のない人間なんていないよ。ニギとダリ。お母さんはオリゴン村の人間に殺されたんだ。